襟幅の糸印のところを小手で折りをして襟幅の折りをします。このように通しべらで、襟幅の印、糸印のところを結んで通しべらをします。襟幅の糸印のところを小手で折りをします。共襟がかかっているところは共襟の襟幅の糸印を基準にこのように小手で折りをしていきます。次に三つ襟芯の襟方のところにつけた三つ襟芯の襟幅の折りをします。先ほどした襟の襟幅のこの折り山よりもだいたい約1分 0.378cm 幅を狭くしてこのように小手で三つ襟芯の襟幅の折りをします。このぐらい、約0.378cm 狭いところで折りをします。出来上がりの襟幅よりも約0.378cm 狭い幅で、作ったこの紙を襟の中に入れて、この襟の中に入る身ごろと奥身の縫い代を畳んでいきます。まずこの紙を襟のこの中に、これが襟付けの縫い代、ここの着せ山に行きつけるような形で入れて、このように縫い込みをこの厚紙の上にかぶせていきます。ちょうどここの部分、この部分が襟肩空きの切り込みのこの力布が ついているところ、ここに合わせるように襟幅よりも一部狭い幅でこの型紙が作られています。これをこのように縫い込みを上に乗せて畳んでいきます。この型紙よりも狭い幅で折れば、中で縫い込みが襟をかけた時に縫い込みがこのもたつくことがなくなります。型紙、襟幅よりも一部 0.378cm 狭い幅で、作った型紙の長さが足りなくなりましたら、このように襟先方向にスライドさせて、このように襟を畳んでいきます。このように長さが足りなくなりましたら、このように襟先方向にスライドさせて、ここに小手を当てていきます。そしてこのように襟付けの縫い目をこう越した縫い代については、今度はもう一回逆方向に襟幅の中に収まるように、このように畳んでいきます。
込までも襟幅この型紙よりも飛び出さないようにこの幅の中で収まるように縫い込みを畳んでいきます。奥み下がりから上の奥みの縫い代あたりこのあたりが一番、縫い代が多くなりますのでこの幅の中にきちんと収まるようにこのようにこのようにこれは前立ての縫い代ですけれども身ごろのこのように畳んでいきます。襟の中に入る身ごろと奥みの縫い代が畳めましたら下に型紙を襟幅に沿って作った型紙を下に入れたまま縫い代が起きてこないようにこの縫い代を糸で縫い押さえていきます。このように縫い押さえていきます。このようにこういう際のところを押さえていきます。糸で縫い付けていきます。畳んだ縫い代の際のところまでしっかり糸で押さえていきます。最後は抜けないように押さえた糸が抜けないように一針返して玉留めをします。襟の型紙はこのように襟付けのこの着せ山にこうしっかり引きつかせるように入れてこのように縫い込みを畳みます。縫い込みがこのように畳まれています。襟の方には縫い込みは押さえません。あくまで縫い込みだけをこのように畳んで糸で押さえます。こちらは上前の襟の方になります。これがこうかぶさった時に中でもたつかないようにあくまでも襟幅よりも狭い幅でこの縫い込みを縫い代を畳んでいきます。下前の襟の中の縫い代も上前の時と同じようにこのように型紙をまずこの部分を襟肩の切り込み部分に合わせてこの型紙よりも狭い幅で襟の縫い込みを
畳んでいきます。型紙の長さが足りなくなりましたら、このように襟先方向にスライドさせて、この型紙に合わせてこのように襟の中に入る身ごろと奥身の縫い代を折りたたんでいきます。この部分はもう襟付けの縫い目を通り越していますので、もう一回こちら方向に折りたたみます。まず型紙をもう一回襟肩空き方向にスライドさせて、この襟付けの縫い目を通り越した縫い代を畳んでいきます。この縫い代はもう型紙の幅を超えていますので、逆方向にもう一回こちら側に折りをします。これでこの、奥身の縫い代は襟幅の中に収まった状態で畳むことができました。次に前立てのこの前立ての縫い代も襟幅を超えていますので、もう一回こちら逆方向に畳みます。身ごろの前立ての縫い代をもう一回逆方向に倒して、襟幅の中に収まるようにこのように畳みます。そして先ほど上前の襟の縫い代同様に、このように畳んだ縫い込みを縫い代が起きてこないように、下に厚紙を入れたままの状態でこのように襟の際を畳んだ襟の縫い代の際を糸で縫い押さえていきます。この前立ての縫い代、身ごろの前身ごろの前立ての縫い代も襟肩空きの切り込みのところまでしっかり畳んで、このように糸で縫い押さえていきます。縫い終わりと縫い始めはこの押さえた糸が取れないように、このように返し針をしてしっかりと留めます。このように押さえます。このように折った時に中でたごまらないような幅でしっかりと折りをして縫い押さえておきます。